ホワイトマン空軍基地は、ミズーリ州ノブノスターに位置するアメリカ空軍の基地で、ある。B-2 エステルス戦略爆撃機を運用する、第509爆撃航空団が所在している。1942年初頭、アメリカ陸軍航空隊は、セダリア飛行場を、国内8カ所のグライダー専用訓練飛行場の、一つに選定し、同年5月から大規模な飛行場改修工事が、 行われ、8月6日に、セダリア陸軍飛行場として公式に開設された。第二次世界大戦後、1947年12月に、セダリア陸軍飛行場は活動休止状態に置かれることとなり、アメリカ空軍独立後の1948年6月に、セダリア空軍補助飛行場へ解消された。1951年8月に、戦略航空軍団が、 新編する爆撃航空団の基地に選定し、1952年10月20日に、セダリア空軍基地へ解消され、基地の管理部隊が第4224航空基地飛行隊から第340爆撃航空団に変わった。第340爆撃航空団は1954年3月に B-47E 戦略爆撃機を受領し、同年3月25日に、 セダリア空軍基地に最初の B-47E が到着した。1955年12月3日に、セダリア空軍基地は日本海軍による真珠湾攻撃で戦死したジョージ・ A ・ホワイトマン将尉に、ちなみ、ホワイトマン空軍基地と解消された。1961年6月、アメリカ国防総省はホワイトマン空軍基地を LGM-30 大陸間弾道ミサイルの国内4番目の配備基地に選定し、部隊受け入れのための大規模な改修工事が開始され、1963年2月1日に第351戦略ミサイル航空団の配備が行われて実動体制に入った。1987年1月5日にアイクス・ケルトン会議員が1988年に B-2A 戦略爆撃機の配備がホワイトマン空軍基地で始まることを明らかにし、基地では大規模な改修工事が行われ、1990年9月30日に第509爆撃航空団がニューハンプシャー州ピース空軍基地から移駐、1993年12月17日に B-2A 戦略爆撃機の一番機が到着した。ありがとうございます。